Dream is a wish your heart makes. Dream Wonderland. My heart draws dream. Heart and dream. ハート&ドリーム行きましょう。ドン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 行きましょう。今日はですね、東灘区、兵庫県ですね、のゆずるは神社に来ております。ゆずるは神社、ハートルマリアージュ婚活編ということで、パワースポット巡り、恋愛調子、幸せを願っての、ね、二人でずっといろいろ行ってきました。そうですね、藤子ちゃんがちょうどライブでね、曲作ったりとか、ちょっと忙しい時は出れなかったんだけど、まあまあちょっとスケジュールもワンワンもあって、ね、久しぶりに、まあ、今後もねちょっとね、年末に向けてスケジュール大変だと思いますけど、今回戦頑張ってやっていきたいと思います。はい、でですね、今日はねこの東灘区ゆずるは神社なんですけども、すごいねパワースポット、パワースポット、もうパワー満々でね、感じないこと感じます。波動高い、すごいで、ね、漂ってますね、漂ってるでしょ、で今からここの宮司さんが出現してくれて、お会いできるってこと、じゃあ、みんな行ってみましょう、行ってみましょう。神戸市東灘区にあるゆずるは神社は縁結びのほか開運勝利にご利益があり、スポーツ選手も参拝や祈祷に訪れるパワースポットなんです。ゆずるは神社の宮司さん、自己紹介お願いします。神社の宮司で、25代目になります。沢田と申します。よろしくお願いします。今日我々来させていただきまして、この神社をですね、婚活編ということなんですけど、やっぱりこう恋愛、やっぱ長寿、健康、いろんなことがあると思うんですけども、どんなご利益があるんでしょうか。まあ、お名前はね、変わっておりますけども、熊野の神様、和歌山のね、熊野本宮新宮なしという熊野三山を合わせて祀っている、神様、キャタカラス、皆さんご存知かと思いますけれども、熊野の神さんのお使いで、神武天皇が熊野から奈良の橿原まで、八田からすが導いてくれたということで、導きの神様というふうにも言われておりますね。導きで、やっぱここでですね、お参りすると同じご利益があると、もちろんこれは東灘区にある、今日はね宮司さんとちょっとお参りをさせていただきたいということで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行ってみましょう。導きの神様にお賽銭を入れて、じゃあ軽くお辞儀、軽くご挨拶、ご挨拶、それから改めて2回深くお辞儀、手を2回叩いて、ハートフルマリアージュの会員様に多くの幸せが訪れますようにと心を込めて良縁祈願しました。誰でも綺麗になれる場所、マイプレイスビューティークリニック、美容外科ならマイプレイス、マイプレイス、マイプレイスビューティークリニック、詳しくはホームページを検索。僕がいつも守りたいものは、優しさと愛があふれる結婚相談所、婚活するならハートフルマリアージュ。堺の梅ちゃんです。今日もあなたの街を行く大阪堺の梅ちゃんです。不動産のことなら SP ハウジング。婚活編おすすめデートスポット紹介。はい、改めましてデートスポット、イエーイ、来ました、ハーメン。そして今から私たちはこのロープウェイに乗っていきます、そして上に素敵な場所があります、デートスポット、いいですか、ご紹介してくださいよ、よろしくお願いします。皆さんも一緒に行きましょう、行ってきます。わー、めっちゃなんかもうすごい山の初めて散歩って感じで、めっちゃ、しかも意外と早いですね、早く動く、景色も綺麗、すごいすごい、もう一望できてめちゃくちゃ素敵。もうこれもし余計あったら、すごいいい雰囲気のデートができるよね、プロポーズにもいいと思います。プロポーズ、いや、こんな山の頂上で、
なんかご飯、神戸でご飯食べてちょっと夜景見ようよって言ったら、こういう普通の夜景じゃない本物の夜景みたいな。景色は綺麗し、秋とかやったらすごい、あ、いいかもしれないですね。いやもうこれ一望できて素晴らしい、素敵。え、滝、あ、滝ですね、滝が見える、すごい神秘的、素敵、めっちゃめちゃいい、いいですね。最近婚活事情はどうなんですか？最近の子もう本当に若い方が殺到しているのもありますし、もうまあ若い方20代も前半から50代60代の方も本当にたくさん活動してますので、まあ一緒にねデートスポットとして連れてきてあげればもう女性大喜びです。確かにすごい、こんなとこ連れててもらったらめっちゃ嬉しいと思う。10分間の空中散歩で到着したのは標高400メートルにある展望エリアです。ロープウェイに乗って宇野引きハーブウェイ山頂駅に到着しました。はい、婚活にはデートスポット最適です。藤子さんどう思いますか？ねえ、素敵、ほんまに。もうデートでも行きたいけど、藤子はここで歌いたい。はい、お、不安さん呼んで。だって素敵やもん。いや、藤子ちゃんのファン喜ぶわ。いや、ほんまに。だって、こんな山一面に響かしたい。ね、すごいすごい。で、デートにも二人で来るのも、うん、はい、これ婚活してる人はいいよね。いいですね、喜びます。次の場所にじゃあ行きましょう。はい、見よう。神戸布吹ハーブ園ロープウェイは新幹線神戸市営地下鉄新神戸駅より徒歩5分、神戸の市街地や北の異人館からすぐのアクセスの良い場所にあり、港町神戸の街並みが一望できる最高のロケーション。四季折々およそ200種、7万5千株のハーブや花が咲き集う日本最大級のハーブガーデンです。でもなんかすごい、なんか香りがいい、香りね、ミントの匂いが、ね、あるんじゃないかな。このセミ聞けるのも今日で最後かな。ガーデンを散策したり、ランチタイムを過ごしたり、ハーブや香りと出会ったり、リゾート気分を満喫したりと、大人の男女も楽しめる絶好のデートスポットです。今ここでしか出会えない特別な一瞬を目で、耳で、心で存分に感じられることでしょう。ぜひ皆さんもデートコースで訪れてみてください。すごい、バイバイ、バイです。ハーブがたくさん、本当にすごい癒される。園内を散策し、ハーブを堪能したところで一行はザ・ベランダ神戸へ。神戸の街並みを眼下に眺めながら、開放感あふれるテラス席で絶品スイーツをいただきました。来ました、はい、ハーブ園で、はい、こういう風にテラスがあって、うん、ちょっとこうスイーツとか、ね、美味しそう、美味しそう、ハンバーガーとか食べれるんだけど、はい、これは何ですか？これはサバランというスイーツ、はい、なんかこの真ん中あたりがすごい気になるなと思って、ね、何入ってんやろうと思って。気になる、うん、じゃあ早く食べたいっていうこと。早く食べたい、ね、じゃあ食べましょう。食べましょう。いいんですか、私、はい、このスペシャル、はい、スペシャルサバランらしいんですけど。はい、じゃあ食べましょう、はい、はい、いただきます。じゃあいただきます。いただきます。じゃあ一口ずついきましょう、はい、ここからいくよ、はい、どうぞ。お味は、うん、美味しい、美味しい。これ何なんですか、うん、この白いのは。これね、生クリームっぽい。 あ、そうなんや。メレンゲ、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 生クリームじゃないんですね。だから溶けないんですね。サビランカイがメレンゲ、で、ほんまに、でね、食べてみて。いただきます。あ、これ癒される。癒される。めちゃくちゃ癒される。優しい味ってこと？おいしい。ふわふわ。あ、ふわふわなんや。お、僕が食べたかった。僕が食べたかった。一番食べたかった桃やのに。スペシャルですから。桃。何や、それだけかい。あのね、ケーキというかチーズケーキというかクリーミーチーズケーキみたいな。クリーミーチーズケーキ。そんな新食感。これなんて言ったらいいんですかね。フルーツがたっぷり入ってあって、ぜひともこれハートハントで見てる方ね、その場所チェック、新食感、チェックしてもらってきてもらいたいなと思ってます。ここも標高400メートルで、もう神戸一望できる。そうなん？そう。すごい。いい景色を見ながら美味しいものを食べて。ここは
新神戸駅からと歩5分、うん、10分ロープウェイ乗ったら山頂駅まで。で、はい、歩いて降りてきてハーブ園の中を探索しながらここにたどり着くと。約200種類のハーブ、素敵、はい、使っております。ここにで降りてからずっとこう真ん中来たらたどり着いて、ここの名前はザ・ベランダ神戸のテラスですね。はい、テラス席です、はい、ね、じゃあ藤子ちゃん、これ山もあるし、はい、海もあるし、はい、景色もいいし、スイーツも美味しいし、はい、テラスも広い、うん、最高ですね。この風もいいね。どうですか藤子ちゃん。いや、ここにあと一つ藤子の歌あったらもっと最高ちゃいますか。そらせやね、そらせや、そらせや。ここの有名な、はい、一番有名な、うん、布引きバーガーだ、じょーん、これが美味しい、もう有名、有名なの。布引きハーブバーガー、ハーブ入ってるんだ。ちょっと食べてみますね。はい、うわ、うん、うん、感想は、うん、マヨラーやから大好き。マヨネーズしか分からない、美味しい、美味しい。あのね、ハーブも入ってるし、いっぱい口の前ついてる。もうつけてつけて、つけてるんですね。うん、うん、うん、これ信じる、おいしい、おいしい、うん、ハーブが入って、少し香りがする、ハンバーグ。香りします？パンがむちゃくちゃおいしい。それ卵とチーズとドレッシングと、うん、マヨネーズ系のドレッシングで、口の中で暴れとるわ。暴れとる。おいしい、むちゃくちゃおいしい。MC タレントの木崎亜美です。私は今ハートフルマリアージュに来ています。成婚率の高いハートフルマリアージュの充実したお世話の秘訣とは。理想のお相手の方と出会える努力を私たちスタッフみんなで本気でしています。具体的にはどのようにされてるんですか。信頼できるデータのもと、希望条件の方に出会えるように一緒にお申し込みをしたり、しっかりしたコンシェルジュサポートをしています。オンラインでもご相談いただけます。安心ですよね。しっかりしたお世話をお求めの方はハートフルマリアージュで検索、ぜひお問い合わせください。あなたの夢を叶えるハートフルマリアージュで婚活。はい、この度藤子ちゃん、はい、3曲リリースして、はいはい、素晴らしい曲を私たちも聴きました。ありがとうございます。そしてスタッフみんなで相談し考え、藤子さんその3曲のうち1曲を我々の主題歌にしていただきたいと思います。いいんですか。はい、その曲はドリームランドで、はい、ドリームランド。そしてこの番組ですね、ハート&ドリーム、皆さん、はい、エンディング曲にラブフォーユー、そしてオープニング曲に主題歌としてドリームランドを採用したいと思います。よろしいでしょうか。いや、ありがとうございます。もう元気になるしね、皆さん本当にいい曲です。またこれからもどんどん曲作って、はい、ライブもみんなで応援しますんで、ありがとうございます。テレビの前の皆さんもね、一緒に応援しましょう。それではよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、素晴らしい、こんな素晴らしい場所でですね、はい、エンディング迎えたいと思います。はい、よろしいでしょうか、皆さん。テレビの前も皆さんも一緒に、ちょっと危ないけど、ハート&ドリーム、また来週。ハートフルマリアージュ婚活カウンセラーの正村真央さんと、番組主題歌を歌うアーティスト藤子さんが、ハート&ドリーム婚活編で関西のデートスポットをこれからもたくさんご紹介していきます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。